アイリーナの予言、バルバーグの伝説より、ビッグ東海らしい、高難易度のアクションと、謎解きが楽しめる改作です。主人公ジェイソンを操作して、5つの遺跡を巡り、オーラスターを手に入れて、水星衝突を防ぐのが目的です。こんな目的だったんですね。全然知らなかったですわら。このゲームはアクションですが、敵を攻撃するには、特殊なパネルを下から突き上げて、武器を起動させないと攻撃不可なことを、知らずにあっという間に、残機を減らしゲームオーバーしたことは、挨拶代わりです。当然理不尽な即死トラップが、そこかしこに仕掛けられています。謎解きもほとんどノーヒントで、ヒントがあってもどこでやるのかまで、決して教えてもらえません。ある意味、映画をそのまま体感できると、解釈すればリアルですが、当時の少年たちから見れば、ただの悪夢でした。しかし BGM が良いので、ついついプレイしてしまいます。当時は訳もわからず、ずっとやっていました。コンフリクト。今で言うところの大戦略のように、現代戦争を題材にした、硬派なシミュレーションゲームです。司令官となり、全16ステージを戦い抜き、敵の司令官の全撃破を狙います。戦車や戦闘機や戦艦など、おなじみの兵器が続々登場して、それを自分の手足のように操るのは、やはりロマン抜きでは語れません。兵器は工場を建造すれば、作れますが当然兵単が足りないと、できないので、やりくりも必要です。また、ここには護衛の兵士を置くのですが、敵も狙ってきます。気がついたら、敵の戦車が、張り付いていてあと一撃で、やられるという状態に絶望したことも、戦いのシーンも、アップで表示され、と迫力です。かなりの力作だと思います。全米プロバスケット NBA を題材にした少し珍しい本格的なバスケゲームです。シーズンを戦い抜き、ライバルチームを倒して年間優勝を狙います。まずは、ボールを持った人の視線で試合が展開するので、初めは驚きと戸惑いもありました。当時こんな感じのゲームって、あまりなかったですよね。選手との力強いコンタクトや、幕間で出る勝利デモを見ているだけで、本場の試合を戦い抜いている、感じはひしひしと伝わります。ハーフラインを越えたら画面表示が、反転するなどびっくりするところはありますが、選手の能力差を、頑張って再現しているもの良かったですね。また、監督の顔がある意味見ものです。ポーズを押してゲームをやめれないので、まさに本物のバスケの、試合を選手として堪能できます。バスケットゲームって面白いのですが、あまり発売されないので残念ですよね。最近だと何か出ているのかな？突然、マッチョマン、名は体を表すと言いますが、このゲームはまさにそれです。
どこでもすごいマッチョになれる。アイテムを開発した科学者が、大量注文した宇宙人に、直接セスナで売りつけるため、目的の島に向かう途中で、墜落してその島のモンスターたちと、戦いを繰り広げます。冒頭に言った通り、島にはエイリアのはじめ、歩くキノコなど魔境というか、突っ込みどころ満載な世界で、ライフルは持っていますが、普通に挑むとあっという間に、弾切れしてやられます。弾がなくなると棒で攻撃となるので、一気に難易度が高くなります。てか棒では無理でしょ。そこで、積み荷のマッチョマックス、ベレエ、を見つけて使うと、あっという間にマッチョマンになってフィジカルで敵をなぎ払います。さらにスコアを稼いだ状態で、変身するとさらに強くなり、ライフルより強いアッパーで、逆に敵を狩る側になれます。やはり本当に難しいですが、しっかり頭を使えばこのアイテムなしでも、クリアできるのでお試しあれ。ゴルゴ13、第2章、イカロスの謎。あの神々の黄昏の続編です。今回はアルプス山脈に、アメリカの新兵器が墜落して行方不明になり、その後ワシントンとクレムリン宛に、マフアと革命軍を名乗る、謎の組織から脅迫状が届き、それをゴルゴが解決します。今回は、基本は横スクロールの、ジャンプや攻撃を駆使したアクションや、カーチェイス、ダンジョン、そして、おなじみスナイプと、前作以上に盛りだくさんな、活躍が楽しめます。個人的には、ゴルゴの格闘戦は、必殺技はありませんが、意外とリアルで面白かったです。狙撃も今回は、しっかり重要で、ワンショットで決めるところは、原作らしさを感じました。ゴルゴの魅力を一通り楽しめる作品です。チェスターフィールド、暗黒神への挑戦。あのビッグ東海が出した、またまた激ムズなアクションです。とりあえず最初の BGM で痺れました。チェスターフィールドという島の王様が暗殺され、その後後釜に座った将軍を倒し、途中で行方知れずとなった姫を助けるべく、若き騎士ケインが戦いを挑みます。基本は、横スクロールのアクション RPG で、広大な8つのステージを剣と魔法やアイテムを駆使して進みます。マップはとにかく一方通行やステージのループに自力で気がつかないとどんどん物資を使い切って積んでしまうことが当たり前となります。また、謎解きもこのメーカーの名物とかしたノーヒントで特にとある敵は攻撃するとまさかの展開になります。ある意味今流行の死にゲーの走りのようなソフトです。しかし当時大好きで超プレイしていました。とにかく BGM も最高でした。攻略本をなしでプレイしていましたが、これ攻略本なしだとクリア無理じゃない?と思ってしまうのは自分だけですか?
マジカルキッズドロキー。あのビッグ東海が出した本格的な魔法アクションです。悪玉帝国と呼ばれる組織が突如現れ、彼らに現代兵器が一切通じず、世界に危機が訪れた時、主人公影丸が帝国から奪った杖を使い、ドロティを呼び出し、魔法を武器に戦いを挑みます。横スクロールで、ドロティが、上下左右にショットを打ったり、途中に落ちている魔法を武器に戦います。砲機を使った空中戦は、スピード感があって本当に楽しめます。あの会社らしからぬそこまで、凶悪なトラップは少なくて、ちょっと考えればクリアできるのは、嬉しいです。ちなみに隠し要素で、影丸で、戦うこともできます。間のデモシーンはかなりよくできていて、忍者龍剣伝のスタッフも、リスペクトしていたようです。少しプレミア化しているので、見つけたら即ゲットがおすすめです。俺は諦めない。